自分自身も演者としての小屋機っていうものが数字がどんどん伸びていって、はい、これそのちょっとこう有名にはなれたんですけど、本名である自分の人格っていうのが死んでってるよって言われたんですよ。まぶいを元に戻す、込め直すっていう意味でまぶいグミって言うんですけど、はい、それをちょっと後でやりたいなと思って。ありがとうございます、はい、背中の方からちょっとエネルギーを元に戻していくんですけれども、ちょっといいですか。顔を動かさずに、はい、僕のこの指先を見つめてもらって追いかけてくださいね、はいはい。ここに来る間に憑依とかは取れてるはずなんですけど、全然なかったんですけど、中に入り込んでたんですよ、数体。ライオはトゥルー、あなたは信じる、ちまたにこの世の都市伝説紹介チャンネルと小焼きだけです。本日はですね、昨日に続きまして、沖縄からお届けしているんですけども、すごいですよ、僕初対面です。カミンチュの、金城さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、見てる方はそのカミンチュって何、うん、って思ってる方が多いと思うんですけども、はい、昨日動画に出てくれたお笑い芸人の徳森ザウルスのヤス君は、まあ、ユタの家系なんですよね。ユタっていうのは昔からその沖縄にいる、今でいうところ その占い師とか、まあ、そういうふうに言われたりするんですけども、病気を治して霊をお祓いしたりとか、まあ、すごい家系なんですけども、そのヤス君に紹介していただいて、今回金城さんとお話しさせていただいております、はい、まず簡単にちょっと自己紹介のほどお願いします。はい、琉球仮面地として今活動しています金城保です。年に4回ほど東京の方に出張していて活動もしているんですけれども、僕自身仮面地として活動はしているんですけど、仮面地とユタとのあんまり違いっていうのはなくて、それよりも仮面地でもユタさんでもそうなんですけど、方向性の違いというかがあって、はい、僕自身は未来系がすごい得意なんですね、はい、で現在が得意、あるいは現在というのはなくし物をしたりとか、今現在こうした方がいいとかっていう現在に関わることだったりで、過去なんですけど、過去性でそれが得意で、過去性を分解していってそれを読み解いていって、こうした方がいいよっていう見ていくような人と、だいたい大きく分けると3つに分かれるようなパターンがあって、僕はだいたい未来思考なんですよね。なるほど。でも未来が見えてくると、未来からつながってきた現在、現在がつながってきた過去が分かってくるので、ある意味結局は一緒なんではあるんですけ ど、 その個性っていうのがちょっとありますね。カミンチュってその、はい、ね、沖縄好きな人は分かると思うんですけど、ウミンチュって海の人って書いたりしますけども、神の人って書いてカミンチュって呼ばすんですよね、はい、で僕はまあ調べたところによると、カミンチュはもともと琉球王国とかの、はい、王族っていうんですかね、その、はい、貴族、ちょっと言葉じゃ分かんないですけども、はい、に仕えている、まあ、お抱えのそういう人たちっていうことなので、まあ、言ってしまったら政府というか国というかの公認の人たちっていうことですもんね、はいはい、そうですね。昔その京都でいうとこの安倍の生命とかみたいな、はいはい、陰陽師が国とかその政府のお抱えとか公式の人たちでしたよ。今だったらそのいわゆる占い師さんみたいな人たちを公式でなんか国が認めてみたいなのって考えられない文化だと思うんですけども、そうですね、そういう風なことが今でもちゃんとあって、数は減っちゃったけども、はい、それも数少ない方に今日出会えてるっていうことなんで、めちゃくちゃ貴重なんですよね。 ありがとうございます、はい、なので今日はですね、そんな貴重なですね仮眠中のお話をインタビューで聞けたらなって思っているのと、はい、やはり僕もですねチャンネル登録者数がまもなく100万人に行くんですけども、はい、いろんなイベントをやったりとか、うん、いろいろこう、まあ、数字を伸ばすって言ったところで、まあ、多少無茶した結果、まあ、多少なりとも生き量がついていたりとか、うん、人の思いみたいなのを乗ってたりとかで、またあんまりめったには行かないんですけど、心霊スポットにも取材に行ったりとかしてたり、まさに昨日ヤス君に紹介されて、とあるですね公園に行ったんですよ、はい、でそこは歌のお祈りを捧げる場所だったりするということで、すごい霊的な要素があると。でどうやらその歴史的なことで言うと、戦争があった時にそこで結構お亡くなりになってる方がいらっしゃって、なんでそこに家とかをちょっと建てれないから公園にしていると、結構その骨とかが出てきちゃうと、その慰霊のためにこう何かこう塔を建ててるんですけども、そこをなんか修行の場所としてる、すごい霊的な要素があると。で僕はあんまりその霊感はないんですけど、嫌な予感とか誰かに見られてるみたいなことをすごい感じるんですね、はい、なので昨日行って体調に異変は今のところないんですけども、はい、もしかしたら背負ってしまってたらちょっとあれだなと思うのと、今年もっと羽ばたいていきたいと思いがあるので、もしそういうのがあったらちょっと取ってほしいなと思ってるんですね、はい、でも率直にどうですか、今僕を見てこうなんかついてたりしますか。ですね、そもそもの話なんですけど、僕のこの鑑定をするこの場所というのが、僕がちょっと聖なる空間みたいにしてるんですね。で入り口を入った時と、このエントランスのところと僕の部屋の玄関がありますよね。そこでバリアみたいな門みたいなエネルギーを張ってるんですね。
なので、はい、3段階で離れていくんですよ。でもそこようにしてるんですね。ゲートをくぐった時にもどんどん浄化していくような感じですか、はいはい、そうですね。ゲートとかのトンネルとかってすごい意味がで、その話をするとまた長いのでちょっと省くんですけど、はい、ゲートとか門とかっていうのはご自身が持っているエネルギー以外のものが乗っかっているとそのエネルギーを弾いてくれるんです、はい、で弾いてくれるんですけど、そのエネルギーは何で弾くかというとミネラルなんですよ。アラジオとかのミネラルなんですね。でミネラルって電気を通すんですよ。で電気を通すので、例えば玄関とかに置いてある盛り状されている間に微弱な電流が流れているとしますよね。そこに人間がの通るとバチッて弾くような感じです。でそれを嫌がって弾かれるんですけど、はい、強いものはやっぱり弾くことはできないんですけど、この3段階に分けて弾いていくことによってここに入ってくるのを汚れを浄化する取り除くみたいなことをやってるんですね、うん、でそれで言うと今は乗っかってないんですよ、はい、ただ自分自身のエネルギーが弱まってるので、沖縄でいうところのマブイグミっていうこの魂を元に戻す仕組みみたいなのがあるんですけど、魂のことを沖縄ではマブイって言うんです、はい、マブイを元に戻す、はい、込め直すっていう意味でマブイグミって言うんですけど、はい、それをちょっと後でやりたいなと思って。ありがとうございます。だから自分自身も演者としての子役っていうものが数字がどんどん伸びていって、はい、これちょっとこう有名にはなれたんですけど、もう出れば出るほど本来の自分の本名である自分の人格っていうのは死んでってるよって言われたんですよ。今こう言われてちょっとハッとするものがめちゃくちゃありましたね。ちょっとなんかこう入れ直すじゃないですけど、ちょっとこう戻していただけるっていうのは見透かされたようで怖いんですけど、ちょっと後でじゃあそれはお願いします。あ、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ僕だけじゃなくてたくさんの方々も金城さんに相談しに来られると思うんですけども、はい、どういった内容とかが多いですか？なんかちょっと変わってる、ここはちょっと強いものを感じたとか、そういうエピソードがあったら聞かせてください。そうですね、この場所とか土地柄の問題だとは思うんですけど、やっぱり東京とか他の県海外に比べると問題の内容というのが、沖縄だと霊的に関わることだったり神様関係のことだったり脅威されているという感覚だったりというお客さんの方がちょっと多くて、それを全部まとめると大体5割から6割ですね、はい、僕みたいな神道とかユタさんの修行というか卵的なまだこれからの道を開いていない人たちが来たりするっていうのが大体4割5割ぐらいの感覚ですね。そう、修行の意味を込めてその若い人たちが先輩に習うじゃないですけども、はい、そういったところで訪ねてこられることが沖縄としては多いと。そうですね。じゃあ東京の方ってまた別っておっしゃいましたけども、はい、変わったこととかありますか、相談内容で。そうですね、東京でも 1,2 割程度は霊的な関係だったり神事だったり役目だったりもするんですけど、僕自身のこの振り返って見てみると問題事自体はなかったんですけれども、夢の中で僕の夢を見て、僕の夢を見たから会いに来た方がいてくれて、でその中で僕自身の神様というか教えてくれる人、守護霊ではないんですけど背護霊って言えばいいんですかね、あの指導する霊が何人かいて、おばあちゃんのような感じの方がいるんですけど、その方をその夢の中でその方が見てくれて、はい、それを僕のこのセッションの中で話してくれるんですけど、言われている中でその思い当たるおばあちゃんが一人いて、そのことに対してその方の口を借りて助言してくれたっていうのがあったりとかするんですけど、それが縁でいろいろつながっていってお友達付き合いしてくれてみたいな感じのところからあったりとか、内容的にはあんまり言えないんですよね。ちょっとプライバシー的なことだったりがちょっと言えないんですけど、まさに自分自身は神がついていて、神からの助言で僕自身に対して上から目線でマウントを取ってこうした方がいいよみたいな感じのことを言ってくる人が年に何人かいらっしゃるんですね。あ、そうなんです、はい、でも僕から見るとまだちょっと修行中の人で、この流れというか仕組みというかがあって、そういう能力に気づいていろんな方にアドバイスしようとするっていう流れは間違ってはいないんですけど、ステージというかそういうのがあって、でそれを上り詰める中でだんだん分かってくるんですけど、途中までの人たちがなんでアドバイスしてくるような感じで行ってくるんですね。でもそれは道半ばなんですよ。まずは自分自身が経験していかないといけないことを僕自身がまたそこでお伝えしてって言っていくんですけど、三田さんとか上市さんの卵であったり、その職業をしている人たちが横つながりでつながってない特徴といいますか、まあ、ちょっと言い方悪いんですけど、皆さんそれぞれが僕も含めて胃の中の蛙みたいな感じで、はい、それぞれの考え方がやっぱりあるんですね、はい、考え方があって、それぞれのやり方で道を開いていってるんですよ。僕はその中でアドバイスするしかなくて、その人が生きてきた経験してきた中で内容を聞いて、その人の内容に合わせた助言をするんですね、はい、だけどそれができない人だったり、自分自身が経験したことだけしかわからないのにもかかわらず、いろんな人にアドバイスしていく流れを作ってしまっている。で基本的にですよ、伊田さんも上市さんもそうなんですけど、最終的に自分自身のこの先生だったり師匠さん
さんだったり、もう一つ精神的なものの中でもうあなたは独り立ちしていいよっていうサインみたいなのが来るんですよ。ビジョンみたいなものが来て、そうなんですね。それはもうなんとなく来たような感じではなく確実に来るんですよ。なんかふわっとしたものではないです。もうではないです。もう起きている状態の時に海が見えて、はい、そこから日の出のような太陽が上がってきて、沖縄民謡みたいなのが流れてきて、はい、体がすごい反応して涙が出たりする人もいれば、ワクワクしてなんか沖縄の民謡で踊ったりするような感じでってあるんですけど、例えばそれも含めて夢の中でもう神様から免許証のようなものを渡されて、もうその仕事をしていいよとか、はい、実際の師匠からもうあなたは独り立ちしてもいいよっていうサインがないと活動できないような仕組みになってるはずなんですよ。なってるはずなんですけど、それができてないにもかかわらずそれを助言していったり、マウントを取った上で僕にアドバイスしてきたりする人っていうのがいてるんですけど。なるほど。なんかこう医師免許持ってないのに医者の真似事して治療してる、ね、フリーをしてみたいな。役目自体はあったりはするんですけど、うん、はい、まだまだ途中の人だったりはあって、ちょっとしんどかったりしますね。なるほど。だから相談する側はね、それは分からないことなので、はい、だからもしかしたらそういうことで中途半端な対応をされて今も悩んでいる方もいらっしゃるかもしれませんもんね。そうですね。一応金城さん自体はこの一般の方にも、はい、まあ、そういうアドバイスとか受け付けておられるんですね。あ、はい、そうですね。あ、じゃあもし悩みが解決してないとか、うん、よっぽどのことがあればぜひ皆さん頼っていただくこともいいのかもしれません、ね、ありがとうございます、はい、一応その概要欄に詳細は、はい、貼っておりますので、もしコンタクト取りたい方がいらっしゃったらお願いいたしますと。一応さっきお名刺をいただいたんですけど、はい、霊視鑑定って書いてあったんですけど、はい、なかなかこう耳なじみがないので、普通に生活してると霊視鑑定って一体どういうことをするし、はい、お仕事なんですか。そうですね、駆け出しの頃はその方の守護霊を見て、僕自身の中に神様を下ろして、その神様からメッセージをいただいてっていう感覚でやってるんですね、はい、で感覚でやってるんですけど、今現在のやり方っていうのは、僕自身がこの相談を受けた時に名前とか生年月日とか見て、その人の本人の例えば顔画像だったりを見て受け止めて流れてくるものがあるんですよ、うん、これはもう基本的にこの仮面中的なやり方だとは思うんですけど、はい、そこが入り口としてこの人の性格だったり過去世だったりこれからの未来だったりっていうのが見えてくるものがあるんですね。それをトータルで僕の中でまとめ上げて答えていくような感じですね。あ、すごいですね、はい、じゃあ相談される方も、はい、深い悩みを持った方もいらっしゃるんですよね。そうですね。なんか自分の守護霊とか守られているものや使命っていうのが分かってないまま、どっかで人生の中で見つかる人もいれば、はい、分からないまま終わってしまう人もいると思うんですけど、はい、自分がそういうことをあんまり考えたことがない人が多いと思うんですよ。僕はその動画を通じて、動画って一つのコミュニケーションツールだと思ってるんですよね。自分自身が昔学校に行った時にクラスの友達の輪の中に入るのに、例えばその好きな漫画を読んで面白かったよねっていうきっかけの中で仲良くなっていったりとかする。それって今って例えばリモートワークとかが当たり前になったりとか、はい、SNS だけで終わってしまったりすることが多い中で、動画見た感想っていうのを例えば電話とかあった時とかに話したりしてもらえたら、一つこう話すきっかけになるなと思う。だから結局その漫画アニメのことを取り扱ってたり都市伝説を扱ってるっていうのは、別にコンテンツの内容は何でもいいと思ってるんですけど、人と接するきっかけに僕らの動画になったらいいなとか、なんか疲れた時に見てもらってくすりと笑えたらいいなと思う気持ちのやってるんですけども、でもそれってなんか変にこう使命感を持ってやろうと思って始めたことじゃなくて、なんか自然に思いついてやってることなんですね。はいはい。なのでそういうことが守護霊がいて、そういうふうに導いてくださっているのか、どういうふうに今後僕は意識を持ってやってたいのかなって、意外とこうふわふわしてるので、そういうこともちょっと相談したいんですよね。あ、そうですね。いろんな方々が問題を抱えているのは当然なんですけれども、その方々の守護霊だったり後ろについてもらっている神様方だったりがお話をしてて、問題を抱えている状態だったり自分らしくない状態っていうのは不完全燃焼なんですね、はい、火でいうところのガスでいうところの、はい、でその不完全燃焼をしているお互いを合わせるようにして化学反応を見てるんですよ、神様たちが見てて。そこで奇跡が起きるのか、いろんな形でプラスの方向に持っていくために、科学的にこの完全燃焼させるために、自分らしくさせるために動いていて、そこで例えばご縁だったりのタイミングで出会わさせられているような感覚なんですねっていうことを教えられたんですよ、はい、なので僕自身ができることを今自体はやっていることをやってるんですけど、僕自身のお仕事で今それぞれの個性を発揮するためにお手伝いさせてもらっているような感覚なんですよ、ね、なるほど、はい、でも最後の一言がすごい分かりやすかったですね、はい、それぞれの中で自分の中に気づいてない本当の自分みたいのが、うん、すぐギュッとなんか封じ込められてるのをこう解放するような感覚なんですかね。そうですね。なんか僕も結構動画の中で言うんですけど、はい、チャレンジしてない
ことに対して、うん、本当の自分って結構内側にいると思ってるんですよ、はい、それを何か やったことで新しい自分が見えてきたりもするじゃないですか、はい、そういうことがなかなかこうできない人もいるので、はい、そういうきっかけになったらいいですよね、うん、すごくそうですね、はい、その人それぞれで特徴的なものを、うん、本当は個性的なものを持ってて、まあ、苦手なことも得意なことも全部それも個性で、でその個性を教えてあげて、自分自身で気づいてない個性を教えてあげて、その中で職業につなげていったりような、なるほど、っていう感じなんですよね。じゃ あくまでも都市伝説ですけども、はい、やっぱ昔って日本ってその飛び抜けてその世界で見てもすごく遺伝子レベルの高い人種だったってことを言われてますけども、はい、その中で例えば国社数理 A で学校で習う主要5科目とかでも、はい、例えば外国なんかでは国語はものすごいできます、でも数学できません、別にそれ許されると、別に国語が120点あれば数学が極端な話でも10点でもいいよと、それが個性なんだもん、それ国語を伸ばしていきなさいよって言われるのに、日本って全部がもう70点80点の平均を取りなさいみたいな、はい、もう国語はあなたできないから数学を伸ばしなさいって、うん、だんだん個性が封じ込められるような誘導というか、うん、教育を実は戦後ずっとされ続けてるって言われるじゃないですか、そういう本来持ってる日本人の良さとか能力っていうのもこう封じ込められちゃってるっていうのを、うん、どう思われますか、そうですね、全然あると思ってて、はい、でもそこの輪の中から今抜け出そうとして頑張っているんじゃないかなって見てるんですね、うん、でやっぱり日本人というこの人種の特徴的なものは和ですよね、人の和、はい、でその和なんですけど、人の和も含めて日本特有な島国特有の、まあ、沖縄もそうなんですけど、島国の中でこの1億何千人もいる中で人が育っていくと、相手の顔色を伺いながら自分のやりたいこともやっていかないといけない、で毎日毎日朝から晩まで人と接する中で気を使わないといけない、気をすり減らしている、だけど他の国々では例えばアメリカとかすごい大陸があって、例えば朝起きた瞬間から家族としか顔を合わせないようなこの広大な畑の中で生まれるとかも含めて普通にあったりするのに、日本人はこういう狭い中ですっごいこの都市の中に人がぎゅうぎゅう詰まってて、でお互いをお互い守るためにルールを縛りつけてっていうのがあるんですけど、その中で人が育っていくとデメリットとして鬱だったり精神的なものを抱えたりするんですけど、でもその中の一つメリットとして精神性が高まっていくんですよ、その中で全ての人がそうではないんですけど、精神性が高まっていくことを見つけ出した人で、インスピレーションが高まっていく、感覚が高まっていくっていうところが出てくるんですよね。でその出てくる人たちが例えば好きな仕事をしながらも含めて上に立っていく、でそうすると今も現在は日本人がこの世界に認められていくところの要素の一つとして、例えばスタジアムの中でゴミ拾いをして帰っていく日本人とかよくあったじゃないですか、はい、そういうところって日本人の下地的なところがあるんですね、はい、そういうのがだんだん世界中に知れ渡っていくことによって日本国っていうのが認められ出していくんですね。で認められ出していくと何が起こるかっていうと、日本になら主導権を渡してもいい、日本になら例えば議長国だったりまとめる国、クラスでいうとこのクラス長だったりも含めてそんな立ち位置のことに任せていける、信用ができる、信頼ができるっていう立ち位置になっていくはずなんですよ。おなっていくので、精神性の民度でいうと日本はすごい飛び抜けて高いところにいるんですね、うん、ただ今は伸びていくところのと頭がぶつかってるような感覚なんですよ。壁があってこのテーブルがあって、テーブルをこう突き抜けていかないといけないんですけど、そこが今詰まっていてその詰まってる状態のところに他国が追いついてきている、うん、だけれどもこれは追いついているっていうところじゃなくて、日本はここの力を貯めてて突出していく力を貯めてるんです、ね、なるほど、なので追いつかれてるわけではないんです、うんうん、今でいうところの先進国という言い方をしますけれども、それは見た目の話とか機械的な話だったりではあるんだけれども、精神的な高さではまだまだ全然追いつけていないんですよ、どの国も僕が見る限りではですけどね、はい、なのでそこからまた突き抜けていくんです、ね、はい、もうちょっと数十年かけて突き抜けていくんですけど、なので落ちぶれたわけでもないんですよ、これからですね、また。なるほど、いやいいお話を聞きました、ありがとうございます。ありがとうございます。僕のなんか守護霊って見れたりするんですか？ですね、自分自身の今エネルギーは弱まってはいるんですけれども、はい、守護霊ってご家族につながる DNA がありまして、その中で12代前の方がいらっしゃるんですけど、12代前の男性の方がいらっしゃいまして、はいはい、霊的な力はないっては言うんですけど、はい、霊的なことをの力を持ってたんですよ、僕の家系ですか？はい、家系で持ってた方がいらっしゃっていて、その方も今のようなご自身の生き方をされていて、それは何かっていうと、はい、分からない
ことを探求していくんですね、はい、で人に合わせることなく自分自身の好きなことで探求していくような感じで、ちょっと言い方が変ですけどオタクみたいな感じです。その当時のオタクみたいな感じで、もう本当にこうやって自分の好きなことだけを集中してやっていく、うん、でその中で集中して楽しんでやっていくと周りに人が増えてきて、やってることに興味が示し出してっていう人がついていくような感じで生きている人がいて、その時代が具体的な数字はちょっとわからないんですよ。そういう感覚の人で生きてて、でそこからちょっと忘れたんですけど機械的なことが得意なんですよ、細かいこと、でその時にカラクリ的なものを作っている、僕が見るのは映写機があるんですけど、はい、それを木でできた映写機みたいな感じのカラクリがあって、そのカラクリを作ることに対して集中して取り組んでいるんですよね。でも今で言うとパソコン関係だったりなんですよ、はい、なので同じことをしてるんですよ、うん、で手先を使っていろいろ細かいことをやっていくんですけど、それプラス自分が不思議に思ってきたことを探求していく、で霊的なことも探求しながらとかも含めてやっているご自身がいるんですね。いやもうちょっと今寒気がするんですけど、僕はの機械工学、電子機械の科のコースなんですよ、実は学校が。で学生の頃はロボットコンテストで優勝してますし、それこそ最初に入った会社がデザインの会社だったんで、はい、パソコンでやる DDP のデザイナーだったので、すごく言い当てられてるというか、その12代前の人と似たことはやってんだなっていうのをすごく感じちゃいました、はい、僕今でも話聞いて安心はしたんですけど、どう答えていいのかちょっと分からなかったんですけど、はい、今もう好きなことしてるからどんなアドバイスができるんだろうってずっと思ってたんですよ僕がアドバイスする必要ないぐらいどんどん駆け上がっていってるのでっていうことを話そうと思ってたんですよ、ね、いや嬉しいです、はい、その戻すっていうのはどういう風にしたらいいんですか、うん、あ座ったままでもできるんですけども、はい、目を閉じて深呼吸を繰り返してもらっていいですかね、はい、失礼しますね。背中の方からちょっとエネルギーを元に戻していくんですけれども、ちょっといいですか、力抜いてくださいね、はい、楽にしてくださいね、はい、ありがとうございます、はい、最後にですね、立ってもらって左手の方を壁についてもらって、はい、肩幅ぐらいまでちょっと足を広げてもらって、はい、かかとを高く上げてドスンと落ちてもらっていいですかね、はい、そうそうです、はい、はい、はい、OK ですね。で、最後にですね、はい、顔を動かさずに、はい、僕のこの指先を見つめてもらって、はい、追いかけてくださいね、はい、はい、大丈夫です、ありがとうございます、こんな感じですね、うん、ここに来る間に脅威とかは取れてるはずなんですけど、はい、全然なかったんですけど、はい、中に入り込んでたんですよ数体で、はい、あんまりなかなかないんですけど、はい、それも含めてちょっと取ったんですけど、見た限りでは分からなかったです、ちょっと今触って分かったんですけど、中に入り込むとこあるんですね、はい、上に乗っかる形の場合は、はい、さっきのアラジオの件でちょっとバチッて弾かれていくんですけど、はい、中にこもっているともう抜けにくいんですよね。そうですね、でもなんかこうすっきりした気分というか、さっきまでの演者としてのこう喋らなきゃって思う小ヤッキーというものから素の自分なんですよ今。あ、そうですか。なんかいろいろ過去のこととかをこう振り返っていきながら、自分の中からこう重たいものが抜けていくような感覚がすごいするんですよね。すごい不思議な体験です。まぶいグミなんですけど、まぶいを込め直して、はい、例えば人間の体がコップであるとしたら、はい、その中に入ってる水が100の状態になると他のエネルギーって入ってこれないんですよ、継ぎ足しできないですよね、その状態になるんですよ。でその状態になるので、自分自身のエネルギーが100の状態になるので、運気自体も元に戻るんですよ、自分の運気自体も元に戻るので、はい、あとですね、30分から1時間後ぐらいするともっと楽になりますよ。へえ、すごいですね。でこの自分のエネルギーを定着させるために、かかとを落とすような感じで今やってもらったんですね、定着するために。すごいですね、なるほど。いやなんかびっくりですね、自分の中に数体何かが入ってるっていうのもびっくりです、はい、これ何が入ってるとかって分かったんですか。中に入ると何体がいるっていうのが具体的な数がなかなか難しくて、なるほど、エネルギー粒子なんですよ、はい、で低いエネルギー粒子なんですけど、それがくっついて入っていくんですよ。で似たようなエネルギー体が入ってくるので、それを分割してちゃんと何体いるっていうのがちょっと僕は難しくて分からないんですよ。で生き量もいるし、もちろん亡くなった方もいるので、複雑にちょっと絡み合ってるような状態だったんですよ。なるほど、で何がきっかけで入ってしまった。
ったんだろう。いや、きっかけというよりは生き量はもう仕方がないです、うんうん、演者として前に出る人たちのことを、うん、含めてネガティブに見てたりポジティブに見ていたりも自由なので、うん、そこから入ってくる可能性もあるので、で送りたくて送ってるわけじゃなくて、その人たちも中には送りたくて送ってる人もいるかもしれないんですけど、自分のこの意識エネルギーが強くて送ってしまっていることを理解せずに見ている人がいたりするんですよね。意識エネルギーって人それぞれみんな同じっていうことではないので。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということでですね、今回は本当に沖縄に来た甲斐がありました。もちろんですね、あの美味しい料理、観光たくさん堪能させていただいたんですけども、こうして動画を通じて貴重なね金城さんのお話を聞いたりとかしていただいたことによって、よりね今回3日間滞在なんですけど来てよかったなと、もうつくづく感じました。沖縄県民としてありがとうございますとんでもないです。だからぜひこう東京関東の方にも出て行かれることもあるということをお聞きしたんで、はい、ぜひ僕みたいにですねこう直接相談しに行きたいという方は行っていただきたいんですけど、次っていつとかありますか。はい、次の東京出張がありまして、はい、6月後半からちょっと未定なんですけど、はい、7月10日は、うん、決定してるんです、はい、決定してて、その期間がだいたい10日間ぐらいなので、10日ちょっとぐらいありますかね。その期間に出張でありまして、うん、申し込みをしていただければと思いますね。なるほど、ということなのでちょっと概要欄の方にね問い合わせ先を貼らせていただきますので、ぜひ悩んでる方は行ってみてください。こんな感じでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。貴重な話をありがとうございました。ありがとうございました。はい。